ブリョンドオース村のアイスランド島内での位置、ブリョンドオースは、アイスランド北部のオイストル・フーナバスシスラ県にある、タウンかつ、基礎自治体で、レイキャビークから約245キロメートルのところに、ある。人口は、約1000人で、小さな9ホールのゴルフ場があり、フーナワン周辺の観光拠点である。ブリョンドオースは、環状国道1号線の沿線にあり、 氷河から流れるブランダ側の河口にある。村名のブリョンドはアイスランド語の文法でブランダの社格であり、大臼は河口である。村のすぐ上の丘には火山の河口を思わせる造形で建てられた教会がある。ブリョンドオウスには良好がなかったが、かつてこの地に住み始めた入植者たちは、周囲の農村地域を対象とした日常的なサービス業に主に従事した。加えて、 漁業や林業も行われ、後の経済基盤及び観光業の成立に寄与した。現在、村にはアイスランド芸術保存協会が置かれている。ブリュンドオースはまた、復活祭、大晦日、クリスマスに加え、ソーラブロート祭りでのパーティーが有名である。ソーラブロートでは、アイスランドの有名なバンドや、歌手のコンサートなどもある。 なお人口統計のデータは、村の人口は前減傾向にあり、1996年から2006年の間に14.5%減少したことを示している。ありがとうございます。